こんにちは、デモンストレーターの田原英一です。今日はここに撮影会のご案内ということが書かれてますけども、ここは大手町にある海星堂フォトサロンという、まあ、お店さんなんですけど、こちらで今日はこのレンズベビーの撮影体験会といいますかね、撮影会があるということで、これから参加のお客様17名ということで、たくさんレンズを貸し出しを行うわけですけども、夜の銀座で撮影をしていこうということですね。幻想的なフレアを生かして独創的なボケ表現を楽しんで、国際フォーラムを通ってまだだいぶ明るいんですけどね、夜の活というか夜の撮影にしては、まあ、これから暗くなるまでレンズベビーで撮影していきます。露出補正でマニュアルだと露出補正効かないんじゃないですか、 M だから今効かないの、A にすれば多分露出補正、先生に追いつきました、はい、今日はあの、はい、前回みたいに銀座ぐるぐるという感じですか。そうです、はい、レンズベビーを持ってみんなで繰り出します。どんな写真が撮れるかな。早いもう撮り終わった。お客様優先ということで、レンズをですね、私ベルベット85に交換しまして、これから銀座の街を撮ってみようと思います。何でしょうか。あの街路灯とポスターと、 あとはそこの上の方にある水着です。あ、水着ありますね。でもボケてます。水着じゃなくて電球です。なるほど、ああいうところを狙うといいという感じですね。そうですね、こんな感じです。こんな感じです。はい、銀座通りにやってきました、まあ、今日は今レンズが変わってこのレンズベビーベルベット 85mmF1.8 このソフトフォーカスのレンズでこれから銀座を撮ってみようかなというところですね、まあ、あの静止画写真だけじゃなくて動画でも撮ってみようかなと思いますので、いろいろそうですね、まだ明るいんですけども銀座の光を撮っていこうと思います。はい、これはレンズベビーベルベット85による動画ですね。最短撮影距離までするとさすがにボケが大きく丸く出るんですが、だんだんピントを遠くの方にやっていくと、ただマクロレンズ並みに最短撮影距離が短いので、すごくピント合わせのこの回転リング、フォーカスの回転リングは長いんですけども、だんだん合ってくるはず、合ってきたかな。はい、こんな感じで銀座通りの様子を撮っています。これが F2.8 じゃなくて F1.8 か、開放の状態なんですけども、絞りを絞っていくとですね、このボケの感じがね変わるんですね、まあ、暗くなってますけど、これはシャッタースピードとの関係ですので、もうこんな感じで、はい、今ほぼ普通のレンズみたいな写りになってますが、これが F3.5 ぐらいかな、こんな感じであの独特な単ボケが消えましたけど、また絞りを開けていくとこういった具合で中心はピントが来てるんですけども、周囲がほわっとボケるといった写りになってきます。これがですね、ちょうど電球が入っていて撮りやすいということで、ちょっと撮らせてもらいましたよ。これがオープンしたてかな、ティファニーのビルですね。素敵な人が通りません。人はいっぱい通るんですけど、人が多すぎます。
前に通る人をいろいろ変えるから粘るわけですね。そうなんです。なかなかね、いい人が来ないんです。リュックをお腹に背負ってたり、後ろにカートを引いていたり、先生はブランド店巡りをしているようですね。今度はルイ・ヴィトンに来ましたね。ブランドには一切興味ありません、私撮影に興味があるだけみたいです。来ました、月山市交差点ということで、このレンズベビーベルベットでこの銀座をずっと撮って回ってるんですけども、まあだいぶいい感じに夜も更けてきました。こんな感じでまだ8時前なんですけどね、もうちょっとこのレンズベビーベルベットでできるキラキラというのを撮ってみようと思います。はい、すきや橋交差点から遠くパシフィックセンチュリーのビルですね。こんな感じでアウトフォーカスから合わせていくと、はい、まあ、F1.8 ですからかなりソフトな感じに映りますけどね、はい、こんな感じで夜のきらめきを表現してみました。アウトフォーカスに回していく方がこうやって華やかな感じになりますかね。銀座というとやっぱりこの藤屋の広告ですね。これが、はい、こんな感じでにじましていくといいかなということで、アウトフォーカスにしていきます。